じゃあ次、いくですね。皆さんこんにちは、ペディです。今回は、あ、やべ、はい、自己紹介して。ガシンガシン、クレープです。外しちゃった。で、はい、いや、カットなし、カットなし、カットなし。で、今回はね、初心者講座やっていきます。一つ目いきます。一つ目は、ボックス作ることですね。まずね、フォートナイト建築があるのでね、車線を切れるように建築を張ってダメージ食らわないようにした方がいいですね。これがね、大事ですね。はい、二つ目いきまーす。ボックスの中に屋根とか入れましょうみたいな。あー、この建築ですね。この建築だね。これが結構強いです。下に床と屋根を置いて、上にも床と屋根を置いて、壁で囲むみたいな感じですね。屋根置いた方がいいですか？屋根は、まあ、上級者になったら、いろいろ使い方は分かっているので、ここいらない時とか、いらない時とかいる時とかの使い分けをねするので、まあ、上級者講座とか、まあ、見てください。また動画出すので。で、2つ目は、このボックスを作るじゃないですか。このボックスを作ってから、ここの真ん中のところを開けて、ここで打って、こうやって左に戻るっていうことですね。これがね、角度って言って、まあ、なんて、フォートナイトって、キャラクターが左にいるので、当たらないんですよ。来て、グレープ。リレープ、こう言って。うん。はい、こう言って。おかしくてんじゃねえ。水じゃボケ。はい。で、ここ置いて。ん？ここ。ここやって。こっちやって。で、ここにいて自分は見えてるけど、相手視点からは見えづらいんですよ。まあ、ギリ見えるかなみたいな感じなんですけど、結構見づらくて。グレープこっちって。俺の位置。さっき言った俺の位置。はい。で、さっきここら辺にいたじゃないですか。でもここ、こんくらいしか見えないんですよ。さっきのと比べたらこれも。こんくらいしか見えないから、こっちも、ね。これ、ライトハンドピークって言います。もっとハキハキ喋るよ。ライトハンドピーク。広く入っていた。で、これですね、2つ目は。で、3つ目いきまーす。まあ、初心者ってこれできてればもう強いからね。これできたら初心者卒業ですっていう。だね。まあ、これがね、この2つ目。二つ目と一つ目のやつが、もう完璧にできたらもうね、中級者を超えてもう上級者に行きますね。これだけでえぐいほど強いんで。無理じゃん、無理。無理じゃないですね。これはね、えぐいほど強いんでね。まあ、これだけできればね、周りのね、友達、楽勝に殺せ、あ、楽勝に、もうやっちゃいます。で、三つ目は、モングラル建築ですね。結構超えてる。うまいプレイ見たことないですか？うまいプレイヤー見たことないですか？これを、早くすることですね。まあ、モングラル建築は昔、まあ、上級者使ってたんですけど、もうね、初心者でもできないとね、いけないんで、頑張ってください。でゆっくりやると、まあ、いろいろなやり方あるんですけど、こうやってこう斜めにやるやつと、こういう感じで斜めにやるやつと、
これ右回りっていうのかな、時計回りにこうやるやつと、反時計回りにこうやるやつがあって、まあ、僕はね反時計回りでやってます。でやり方は階段を置いて、あ、今回はあれですね、時計回りでね説明します。壁をこうやって4枚置いて、ここら辺の位置ですね、ここら辺の位置で壁4枚置いて、床階段ですね、ジャンプしながら床階段ですね、床階段これをね体育すると、あ、やべ早くするとミスったんだけど俺が出社しよう。早くするとそうですね、これはいらない、こんな感じにねやるとめちゃめちゃ早く上と取ることできて強いです。でもあんまり実戦で使わないかなっていう感じだな。はい、4つ目、はい、で4つ目はあれですね、で上にモンギュラル建築とかで上取った時、上取った時とかに使えるやつで、敵が下にいる時にジャンプして床を張る、ジャンプして打って床を張るみたいなことっすね。これだとなんかあれっすね、自分はダメージ与えられてるけど相手はなんか自分にダメージ与えられなくて体力差がついてね殺せるみたいな感じだから強いです。はい、初心者講座は、これで以上です。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。鈴マークもね、つけたらすぐ動画が見れるので、あれ鈴マークやろ、ポチッとね押してください。バイバーイ。